武蔵野ステークスひらめけよ罠ということでですね、秘密結社総帥ハッチでございます。今回は、まあ、あの武蔵野ステークスのね、穴馬から一頭狙い馬をということで、今回のキーワードが長い直線東京校舎をということでやっております。まあこのレースのですね、まあ、あの現在ネット競馬想定14番人気スマートダンディ、この馬なんか面白いんじゃないかなと思ったんですね。まあ、あの準オープン勝ったのは 1400m 戦とはいえ東京、まあ、東京の長い直線を指してくるタイプの馬ということなんですけれども、まあ確かに芝戦力、芝スタートどうなのかなみたいなところは若干あるのと、まあ何よりね、前走の惨敗が、あの このオープンでも東京のマイルドは通用してないんじゃないかと、ダートの、ね、マイルドは通用してないんじゃないかということで人気を落としているようです。ただ、まあ、この馬のね、あの休み明け戦績が結構悪くて2戦目で良化するタイプなんですね。そう考えると今回期待できるんじゃないかなみたいなところは確かにあるんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、そしてですね、もちろんその準オープン勝ちの時の時計も比較的優秀だったというところを踏まえると、ここでも能力は通用しても不思議じゃないんじゃないかなというくらいには見えるわけですね。まあ、これだけの人気薄でしたら、まあ、紐の最後の一点に加えてみてもいいんじゃないかなというふうに、あの考えることができると思います。まあ、ですのでね、今回は14番人気スマートダンディ、こちらから行ってみたいなというふうに思っております。またね、こんなことでうまくいったらチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。